こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は、42式総合太極拳の詳細動画解説になります。ぜひご覧ください。T 章の説明をいたします。象、丹鼻。象根部から左のつま先を内に入れつつ、右の足に体重移動しましょう。左のつま先と左の手を南方向に向けます。右の手は90度横方向になります。右足中心となった後は左の足に重心を移動します。仮手を手のひらに変えつつ、左足重心です。C部になりましょう。やや南南西方向に右手足を出す雰囲気です。右の手足が同じ向き。そしてここには小指パーと同じように緩いカーブを描いてください。象丹鼻から甲者、左の手、左のつま先を正面南方向に向けます。左足中心になりつつ、右仮手を手のひらに変え、斜め右方向を見ながら C 分になります。象丹鼻から T 章、いつもご覧いただき誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。また私の著書 DVD 太極拳教室もよろしくお願いいたします。Thank you.